チャンネル登録お願いします。令和新選組、山田佐穂です。よろしくお願いいたします。お腹を空かせた子どもへの公的支援について伺います。平日に朝ごはんを取ることができず、給食の時間までお腹を空かせた子どもがいることをどうお考えでしょうか。子ども未来部と教育委員会、それぞれがお答えください。お願いいたします。子どもの頃から朝食をとり、生活のリズムが整った毎日を過ごすことは重要であると考えております。朝食を欠食する頻度や理由は様々であると思われますが、例えばネグレクトなどの不適切な養育環境が背景にある場合には、育みセンターが学校や児童相談所など関係機関と連携の上、子どもが健全に成長できるよう対応に当たっております。教育委員会としましては、各校において在籍している児童生徒にネグレクト等虐待が疑われる場合は、関係機関等への通告や情報提供を速やかに行うよう周知しております。私の場合、この先進国であるはずの日本で一人であってもお腹を空かせている子どもがいると考えただけで心が潰れるんですが、市は感情を語る答弁はなさらないとのことですので、同じ質問をまたの機会に改めて市長に、政治家幼いとしてのお気持ちについて伺いたいと思います。2問目です。豊中市の子ども食堂および児童育成支援拠点事業のそれぞれの実施団体数と内訳、実施状況、またこれらがない地域に関してはどう対策を取るおつもりなのか、お答えください。現在、市が把握している子ども食堂の数は53団体です。内訳は、子どもの居場所ネットワーク事業、イコット登録団体が37団体、社会福祉協議会、校区福祉委員会が10団体、その他の民間団体が6団体です。実施状況は、週2日以上が5団体、月1日から4日程度が37団体、長期休業中やイベント開催時のみに実施するなどの不定期開催が11団体です。また、市委託事業の児童育成支援拠点は市内に3カ所設置しており、それぞれ週5日以上開設しております。子ども食堂がない地域に関しては、協力いただける人材や活動団体などの資源に地域性があることから、子どもの居場所ネットワーク事業イコットに、県域コーディネーターを配置し、地域資源とのマッチングを行うとともに、活動に対する補助金の支出等を通じて、新たな居場所の立ち上げをサポートしております。ありがとうございます。児童育成支援拠点事業は、市が主催の事業で、主に課題を抱える児童の居場所で食事を提供する場でもあるということで伺っております。3問目です。実際に豊中で起きている事例2件を紹介させてください。1件目は、校長が自腹でおにぎりなどを買って校長室でこっそり子どもに食べさせている。2件目は、本当はお腹が空いているが支援者にお腹が空いていないと嘘をつく子どもがいる。なぜならスティグマ、すなわち烙印を恐れる保護者をかばっている、もしくは恐れているからで、これは子ども食堂など支援の場ではしばしば指摘をされることです。指摘されることです。これらの事例について豊中市は認識がおありでしょうか。市の見解をお聞かせください。事例に挙げられた個別具体の詳細については承知しておりませんが、子どもの居場所事業におけるスティグマについては、子どもが抱える問題を打ち明けにくくする要因になっているものと認識しております。そのため、支援が届きにくい子どもやそのご家庭については、育みセンターが司令塔となり、子どもの居場所をはじめ、就学前施設や学校などの関係機関とネットワーク化を図り、早期発見の上、児童育成支援拠点など支援、必要な支援につなげております。ありがとうございます。スティグマによる子どもの沈黙について、市の認識があるということでした。続きまして4問目です。児童育成支援拠点支援拠点事業は3カ所あるとのことですが、それぞれの拠点における食事の提供頻度について教えてください。子ども未来部、市民共同部、それぞれでお答えください。子ども未来部が委託する児童育成支援拠点イコットホームにおいては、週5日以上の開設日のうち、平日は夕食を提供しており、土曜日と長期休業中はこれに加えて昼食も提供するなど、子どもの状況を見ながら対応しております。
市民協同部では人権平和センター豊中と蛍ヶ池の2カ所で事業を展開しております。食事の提供につきましては、子ども未来部同様、子どもの状況を見ながら対応しております。また人と一緒に食事をする楽しみなどを経験する、それを目的としまして食事会を昨年度豊中で6回、蛍ヶ池で10回実施をいたしました。3拠点とも週5日以上の開設日とのことでした。地域の子どもや保護者を支える取り組みをありがとうございます。これらの事業取り組みには高く評価しておりますが、食事の提供頻度が低い拠点に関しては増やしていただくよう要望しておきます。5問目です。他市の事例について紹介したいと思います。大阪市東淀川区の西淡路小学校の家庭科室を利用し、ボランティアの方が実施している朝ごはん屋さんです。1食50円は各家庭が負担し、残りの150円は市が負担をしている事業です。週に3回実施しています。2023年の参加者は延べ9177人。朝ごはん屋さんを利用する子どもへのアンケートでは、朝早く起きるようになったの回答が 66%、学校が楽しくなったの回答が 32% とのことです。もし豊中市内でこのような取り組みが始まれば、ぜひボランティアをやりたいという方が私の周りにたくさんおられます。ここで質問です。イコット事業の拠点や児童育成支援拠点事業は、子どもの孤立を防ぐ観点からもとても重要ですが、さらにそれを発展させるおつもりなのか、どう考えておられるのかお聞かせください。今後の展開についてですが、まずは子どもの居場所ネットワーク事業イコットの取り組みを通じて、誰でも参加可能な子ども食堂などを引き続きすべての小学校区に広げていくことに注力してまいります。合わせまして、支援が必要な子どもを対象とする児童育成支援拠点および豊中方認定居場所については、市内に合わせて18カ所の設置を目指してまいります。その上で、子ども食堂などの既存の居場所と児童育成支援拠点および豊中方認定居場所をつなぐネットワークの強化を図り、育みセンターと子どもの居場所が一体となった包括的な相談支援体制を構築してまいります。はい、わかりました。意見要望です。今の体制では不適切な養育環境が背景にある子どもを見つけ出すことが容易でないことが分かっておられるからこそ、居場所で要保護対象の子どもを支援につなぐと補助金が出る仕組みである豊中型認定居場所補助金制度を設けられたのだと拝察します。掘り起こしに尽力されているのは承知しておりますが、掘り起こそうとする支援体制では埋もれているお腹を空かせた子どもに確実に食料を届けることはできません。そもそも確実は不可能ではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、確実に近づける方法は必ずあります。できれば学校で希望する子どもすべてに朝ごはんを提供するのがベストではないでしょうか。スティグマの問題も解消します。大変なことだとは思います。市だけに押し付けるのではなく、ここにいる議員の皆さんも一緒に考えていただき、今こそオール豊中で取り組んではいかがでしょうか。続きまして6問目です。子どもの沈黙が食べさせないなどのネグレクトを含む子どもへのあらゆる暴力の大きな原因の一つだと言われています。かねてから子どもをあらゆる暴力から守るキャッププログラムについて提案させていただいています。キャッププログラムは子どもだけでなく保護者や教職員も合わせて受けるもので、この子どもの沈黙を破るために最適なプログラムだと言われています。家庭での虐待やネグレクトを受ける子どもに食べる権利がある、安心して暮らす権利があると気づかせることができる、そして権利が侵されたときは信頼できる大人に話していいんだと教えます。しかし大人だからといって適切な対応が取れるわけではありません。このプログラムでは子どもから深刻な問題を打ち明けられたときの手順や言ってはいけないことを学ぶことができ、能動的傾聴、反復的傾聴のテクニックも習得することができます。子どもに共感し気持ちを受け止める、決して子どもを否定しないなど具体的なスキルを学べます。このキャッププログラム以外に子どもたちに効果的なプログラム等あれば教えてください。キャップ以外のプログラムについては把握しておりませんが、市におきましては子どもの人権の尊重等を理念とする子ども健やか育み条例に係る子ども向けのパンフレットを毎年度小学校4年生の児童全員に配布しております。また希望のあった小中学校に対し子どもの人権に関わる出前講座を実施し、条例の説明も行っております。合わせまして、自宅など から気軽にアクセスができる
豊中っ子ダイヤルや豊中っ子ラインを通じて、子どもたちが安心して声を届けられる環境を整備しております。最後は意見要望です。いろいろおやりになっているのは分かりますし、パンフレットも拝見しましたが、子どもの沈黙を破る、子どものエンパワーメントを考えると弱いような気がします。キャップはネグレクトだけではなく、虐待、いじめや体罰も含むあらゆる暴力を防ぐプログラムです。豊中市の学校の現状況を鑑みれば、今こそ導入するべきではないでしょうか。今ある子どもの危機を克服するために、護衛団を強く要望し、この質問を終わります。続きまして、豊中市における障害児の小学校、中学校の水泳授業について伺います。豊中市の学校教育において、水泳授業はどのように位置づけられているのでしょうか。豊中市は2024年度より一部の小学校について、民間プール施設に対して水泳授業支援、業務委託を始めましたが、その背景と目的、費用、そして実施中の小学校はどこで、どの施設を利用しているのかお答えください。水泳授業について、小学校では、体育科における水泳運動系の運動領域として、また中学校では保健体育科における体育分野の水泳の領域として位置づけられます。学習指導要領では、適切な水泳場の確保が困難な場合には、指導内容として取り扱わないことができるとされておりますが、本市においては、学校及び民間のプール施設の設備が整っているため、全校で実施をしております。学校プール施設での水泳授業につきましては、昨今の猛暑日の増加による熱中症のリスクの増加や、天候不良で水温が低く実施できない場合があるなど、従前と比較して環境上の不安定要素が増してきており、当初、計画通りに水泳授業を行うことが年々困難になってきております。そのような状況において、安定した水泳授業実施のため、天候等に左右されない学習環境を確保するとともに、老朽化が進む学校プール施設の維持管理経費の削減等を目的として、水泳事業、支援事業、業務委託を実施しております。令和6年度予算においては、103万2000円を計上しております。今年度は、国明小学校がスポーツクラブ&スパ、ルネサンス豊中を、豊島北小学校が理性スイミングクラブソネを利用して実施しております。ありがとうございます。それでは次の質問です。庄内桜学園小中学校のプールは屋上に設置されましたが、天候上の不安要素はどのように捉えておられるのでしょうか。さらにこれから建設される四葉学園の設計図によると、屋外プールが設置されるようですが、これは屋内プールにするべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。庄内四葉学園については、設計時に民間委託を検討しましたが、移動可能距離及び時間内に委託可能な民間プール施設がないことから、校内にプール施設を設置するに至ったところでございます。当該校につきましては、水泳事業、支援事業、業務委託を行っていない学校と同様に、引き続き熱中症対策等を講じながら、校内での水泳事業を実施してまいります。次の質問です。豊中市障害児教育基本方針に、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ、教育の公正な機会を保障するための合理的配慮の充実に努めるとありますが、この合理的配慮とはどのような配慮なのかお答えください。また、豊中市の具体的な例を示しながらお答えください。合理的配慮は、障害のある子どもが障害のない子どもと同等の機会を得るために必要な変更、調整であり、その内容は子どもの状態によってさまざまですが、教職員、支援員等の配置や施設、設備の整備、柔軟な教育課程の編成や教材の作成などでございます。水泳事業においての合理的配慮には、障害児介助員や支援学級担任等による移動、着替えなどの生活介助や、浮き輪の装着補助、プールに入る際の支えや付き添い、簡易プールでの個別指導などがあります。ありがとうございます。豊中市の水泳授業における障害児の参加状況をお示しください。安全面の確保が困難などの理由からプールへの入水が厳しい場合は、児童生徒の状況に応じて特別なカリキュラムを提示し、本人保護者の同意の上で実施しております。ありがとうございます。水泳授業に参加できていない障害児は存在するが、すべて本人の同意の上だとのことでした。次の質問です。制服議長の許可をいただき、資料を使用させていただきます。サイドブックスを開きください。
6月定例会通告書等議場配布補足資料をご参照ください。先日2日にわたって障害のある児童生徒の保護者とご本人と豊中市の水泳事業支援事業事業務委託先または委託先として検討中の市内6カ所の民間スイミングプールの見学に行ってまいりました。資料は写真の提供許可いただいた2施設のものです。プールまでのアクセスが階段しかない施設もあり、インクルーシブ教育の観点からはどう考えても委託できる状態でない施設もありました。中には緊急時に利用する非常口が螺旋階段の施設もあります。4月から水泳事業支援事業委託業務委託が始まっている2施設に関して、移動に配慮が必要な児童生徒の動線の状況がどうなっているのか、スポーツクラブスパルネサンス豊中、理性スイミングクラブソネ、それぞれお答えください。合わせて民間委託が始まった2校についてですが、現在移動に配慮が必要な児童がいないとのことです。この事実が考慮され決定されたのか、そうでないのかをお答えください。また今後誰一人取り残さない教育を実施していかれることをお約束していただけますか。それについてもお答えください。スポーツクラブ&スパルネサンス豊中については、一般利用者用エレベーターを使用し、そのままプールサイドまで移動いたします。理性スイミングクラブソネは入管スロープを利用し、直接プールサイドまで移動いたします。なお民間プール施設を活用した水泳事業の実施にあたりましては、移動、着替えなどの生活介助やプールに入る際の支えや付き添いなど必要な支援を行うこととしておりますが、今年度の当該2校につきましては、移動に際して配慮が必要な児童は在籍しておりませんでした。また委託する事業者につきましては、施設面をはじめ受け入れ規模や受け入れ体制等について事前に検討し選定を行っております。実施にあたりましても、教育委員会と学校、事業者の3者間で調整を行い、教員と民間指導者による指導・安全管理体制を構築しているところでございます。教育委員会といたしましては、今後も引き続き支援が必要な児童を含めたすべての児童が安心・安全に水泳事業に参加できるよう取り組んでまいります。ありがとうございます。理性スイミングスクールの動線について補足をさせていただきます。まず正面にスロープらしきものはあるのですが、なぜか最後途切れており、大きな段差が1段あり、その後は階段のみの構造で、車椅子利用者は建物にアクセスできません。その代わり非常口が正面の壁にあり、床から60センチほどの高さはあるものの、大人数人が担げばなんとか車椅子と障害児がプールサイドにアクセスできるといった状況です。ご答弁では、すべての児童が安心安全に水泳授業に参加できるよう取り組んでいただけるとのことでしたが、特に理性スイミングクラブソネにつきましては、これだけバリアがある施設で、すべての児童・生徒を受け入れるのは非常に困難かと思われますが、合理的配慮のもと、水泳授業を希望するすべての児童・生徒が参加できることを強く要望しておきます。次の質問です。豊中市学校施設長寿化計画の個別施設計画によると、2025年から2030年の間に小学校9校、中学校6校、計15校のプール改修が計画されています。この15校については水泳授業の民間委託はないという理解でよろしいでしょうか。もしくはこの計画についても今後変更になる可能性があるのでしょうか。そのあたりも踏まえて、小中学校の水泳授業の今後の計画をお聞かせください。プール施設については、安心安全に水泳授業を受けることができるよう、同施設の環境の維持に努める必要があるため、プール層ろ過設備の改善を行うもので、水泳授業支援事業業務委託の対象校から除外するものではありません。今後の計画につきましては、今後の実施校における成果と課題を検証し、市内各校や周辺施設の状況等も鑑みながら引き続き検討してまいります。最後の質問です。今後も豊中市の水泳授業全校実施は継続されると考えてよろしいでしょうか。今後も本市においては、学校および民間プール施設の設備を活用して水泳授業を実施してまいります。
ありがとうございます。今後プール施設が閉鎖になる可能性は否定できないかもしれませんが、水泳授業は実施していかれるとのことで安心しました。最後は意見要望です。今後の市内小中学校の水泳授業の計画について透明性を持って市民に周知していただくよう強く要望します。合わせて水泳授業を民間委託する際に委託先のハード面のハードルが高すぎるため、児童生徒と保護者が水泳授業を諦めざるを得ないことがないように要望します。またご答弁の中で支援が必要な児童生徒を含めたすべての子どもが安心安全に水泳授業に参加できるようこれからも取り組んでいただけるとのことでしたが、私のもとに以前に学校側から水泳授業は受けることができないと言われたことがあるという、障害児の保護者の声が届いています。改めて全小中学校に合理的配慮のもと誰一人取り残さない水泳授業を含むすべての授業実施の周知を行っていただくよう強く要望し、私の質問を終わります。チャンネル登録お願いします。